11月23日、朝の御言葉。神と交わりがある。ヨハネの第一の手紙、一章六節。信仰によってキリストに結び合わされた時、私たちはキリストとの完全な交わりに入る。その時、主と私たちの関心事が共通となる。私たちはキリストの愛において主と交わる。キリストが愛されるものを、 私たちもまた愛する。主は生徒を愛し、罪人を愛し、また滅びようとする哀れな人類を愛して、この地上の荒野が主の花園に変わることを求められる。私たちもそうである。さらに私たちはキリストの願いにおいて主と交わる。主は神の栄光を望んでおられる。私たちもまたそのために労する。 主は生徒たちが主のおられるところでご自身と共になることをお望みになる。私たちもまたそこで主と共になることを願う。主は罪の駆逐を望まれる。そして見よ、私たちはそのために御旗のもとで戦っているのである。主は御父の皆がすべての秘蔵物によって愛されあがめられることをお望みになる。私たちも日々、 三国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈る。私たちはまた、キリストの苦難において主と交わる。私たちは十字架につけられてはおらず、無残な死を遂げると定まってもいない。しかし、主が非難されるとき、私たちも非難される。主に従うという理由で非難され、軽蔑されて、 この世を敵に回すのは素晴らしいことである。弟子はその死に勝るものではない。私たちはそれぞれ文に応じて主の働きをすることによって主と交わり、真理の言葉と愛の行為を持って人々に奉仕をする。私たちの食べ物、飲み物は主と同じように私たちを使わされた方の見心をなし、その見業を完成することである。 ヨハネの福音書、四章三十四節。私たちはまた、キリストの喜びにおいて主と交わる。主の幸福の中にあって、幸福である私たちは、主のあがめられることを喜ぶ。信者よ、あなたはこのような喜びを味わったであろうか。この世では、キリストの喜びを私たちのうちに満ち溢れさせる以上に、 清く心を感動させる喜びはない。主の栄光は私たちの交わりを完成しようとして待っている。やがて主の教会は愛される花嫁、また王妃として主と共に座につくのである。